本間大彦は日本のテレビドラマ演出家、プロデューサー。北海道文化放送、常務取締役編成局長。富士テレビにて編成制作局ドラマ制作センタープロデューサー。ドラマ制作センター室長を歴任した。北海道札幌市出身。札幌市立広明中学校。北海道札幌南高等学校。 慶応義塾大学文学部卒業後1980年、富士テレビ入社、営業局、報道局を経て1987年に第一、制作部に移動。以後、東京ラブストーリーや白線流しなどのヒット作を手掛ける。2003年7月11日、自身がプロデュース、演出を手掛けた、スチュワーデスケージシリーズで主演を務めた女優の在前。 直美と再婚2006年12月7日に長男が誕生したが2012年8月7日に離婚したことが明らかになった2011年6月より北海道文化放送に出向し取締役就任2013年6月より現職佐渡にルーツがある北海道マシ家ケ町の作り坂や国木酒造創業家の出身当園には同じく佐渡に ルーツがある北海道羽幌町にあった、造り酒屋、刀剣酒造もある。本間は、佐渡に多い名字である。戦前は、富士見酒造が、国内最北の造り酒屋であったが、現在は国木酒造が、国内最北である。曽祖父の本間定吉が起こしたマシュケ無人会社は、その後札幌信用金庫となり、祖父の本間狭尾が理事長をしていた時代に、道内一の信用金庫となった。 マシケの本間家からは国内初の展示図書館を創立した本間和夫も輩出している。1996年、ありがとうございます。